微生物と聞いて皆さんはどういうものを思い浮かべますか、えー、微生物の微というのは小さいっていう意味なんですけど一つここで例え話をします、えー、ここに人間が一人いたとして、えー、僕の手のひらの上にウイルスが1個乗っかっています、えー、そして僕がウルトラマンみたいに超巨大化して地球の直径1個分ぐらいの大きさになったとすると僕の手のひらの上のウイルス1個もガガガガーンって大きくなって だいいたサッカーボール1個分ぐらいの大きさになりますもしサッカーボーボル1個分ぐらいの大きさの超高性能爆弾があったとしてそれを地球にドーンと爆発させてみたら考えてみましょうどうですかね漫画みたいに地球がパカーンとこう2つに割れますかねどんだけ高性能な爆弾だっても地球を2つに割るっていうことサッカーボールの大きさじゃちょっと難しいと思いませんかえでも微生物は、まあ、たった1個かどうかはわからないけど 同じ大きさの人間の中に入り込んで人間を場合によっては倒してしまうことも可能なぐらいの力を持っています。えそのような病気を起こす微生物に対してまあ僕たち微生物学者は200年もかけてですね一つ一つ病気を起こす微生物をまあやっつけていこうやっつけていこうというふうに頑張ってきたんです。ただその努力は実はあまり報われていません。 人に病気を起こす微生物の中で完全に撲滅することができたのはたった1種類天然痘ウイルスっていうものだけだけったんですこのまま続けていっても人に病気を起こす微生物はまだ何百も何千もありますので何年経っても結局はいたちごっこになってしまう可能性がありますそこでです最近僕たちはちょっと考えを変えました 感染制御、インフェクションコントロールっていう考えです。まあたちの悪い微生物に対してはしっかりと対応するけれども、た、えー、ちの悪くない、まあ、人に悪くも良くもしないような微生物はまあ、一緒に暮らしていこうっていうそういう考えです。僕たちはですね、研究を進めながら、例えば胃に住っているピロリ菌なんかを病気を起こす力だけを、えー、除いてしまって。 病気を起こさず、まあ、一緒に生活していけるようなそういうお薬が作れないかなっていうふうに研究を進めています、まあ、できたら微生物と仲良くですねこれから先も過ごしていきたいなというふうに考えています。<music>